どうも、高野岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はベンロマックを飲もうと思ってね。ベンロマックは僕はピートスモークが好きで、新ボトルも旧新ボトルっていうか、もう新でもないですけどね、現行ボトルも旧ボトルもまだピートスモーク持ってるんですけど、あとねオーガニックと10年持ってたんですけど、これまだ開けてなかったんですよ。カスクストライクスですね。年数表記はないんですけど、2010年上流のヴィンテージです。2010年上流のものだけで作っているカスクストライクスになります。その年だけのものということですよね。発売された年数からして、これファーストバッチなんですけどね、多分10年から11年程度の、熟成になると思います。で今ですね、これは2010年ですけど、ネットでは主流で売られてるのは2012とか2013の、シングルヴィンテージ、ヴィンテージですね。いろんな樽が使われてるんで、ヴィンテージはヴィンテージですけど、シングルヴィンテージというわけではないですね。で、カスクストレングス。700ミリの 58.5 度。飲み応えありそうですよね。買った時はね、1万円しないぐらいだったと思う。だいぶ前ですもん。で、今、2012とか2013は、1万2、3000円ってところですかね。1万円ぐらいであるのかな。2012、13もね。これそのものはもうちょっと、ネットでは探しきれなかったです。はい。今日はこれをね、飲んでいこうと思うんですけど。ベンロマック。創業はね、1898年なんですけど、1898年。19世紀末ですよね。で、98年というと、超大手の、ウイスキーのブレンド会社、パディソンズ社だったかな、パディウソン社だったかな、そこは倒産した年なんですよ。だからまあいきなり創業の時からピンチみたいな話の流暢なんですけどね。意外とでも19世紀の末にオープンした新しい蒸留所多いんで、創業即ピンチみたいな蒸留所は結構あるみたいですよね。で、その後もね、やっぱアメリカの禁酒法もあったし、いろいろあって、もともと小さいベンロマックは今もね、今ちょっと拡大して、ちょっと最新の情報が、すいません、僕まだ入ってないんですけど、だいぶ拡大はしたらしいですけど、もともと相当スモール蒸留所ですよね。で、やっぱりご多分に漏れず、ブレンディットの供給っていうのをメインでずっとやってて、で、一回1980年代に閉鎖したんですね。そして、1992年に今の、ゴードン&マクファイルですね、あそこが買収して、5年かけてですね、まあ蒸留所を作り直して、どんなウイスキーを作るかっていうのを吟味して、スペイサイドらしい、昔のスペイサイドの味わいっていうのをしっかり残そうということで、まあどこにそれを取り入れたかというと、一番はやっぱりピートを炊くっていうところを重要視したらしいですね。昔は基本フロアモルティングで、スペイサイドもほとんどの蒸留所がピートを炊いていたっていうことで、ただピート的には今の現状も12から 14ppm ぐらいで炊いて、
ニューポットで出てくるウイスキー自体はもう4から 5ppm ぐらいというライトリーピーゼットを貫いています。で、1998年に本格的な蒸留再開。なんと、あの蒸留再開の時はですね、その当時の皇太子チャールズさんですね、国王がわざわざ蒸留所に来てオープンの時に宣伝とかね、あの話題になったらしいですよ。っていうのはゴードン&マクファイルの社長さんかなとチャールズさんが同じ大学だったということで、そういう縁もあるみたいですけどね。まあそんなベンロマック、この2010年のヴィンテージです。これを今日はいただきます。まずは香りですね。あ、美味しそう。アルコール度数はめちゃ高いですけど全く感じさせないですね。で、香りはやっぱり、フルーティー、7割があの一般的な、これ自体がどうか分かりません、正式な発表がないんで。ベンロマック蒸留所は7割がシェリーダル、3割がバーボンダルということですね。やっぱりこれ結構ね、シェリーダルから来るそのフルーティー感が強い香りです。シェリーのスパイ、あのシェリーのこうフルーティー感の後にちょっとあの辛口なのかなって、それにしては辛いかなって思わせるような香りがあるのがスパイス感かなと思いますね。はい、ではいただきます。まあ一日の飲み始めがこれのストレートというのはさすがに舌にはちょっときますね、ピリッと。ただもう熟成も十分なんで、その変なアルコール感は全くないです。もちろんそうですね、ちょっと味わいの当たり的にはフルーツ感は結構熟したフルーツというか、なんか、完熟フルーツな感じですね。濃ゆい味です、フルーティーな感じは。そして余韻で、余韻はどうでしょうね、長いな。やっぱボディがね、この、結構フルボディに近い感じを感じます。やっぱりカスクストレングスなんでね、飲み応えもすごいし、余韻でうっすらこう、ライトリーピーテッド、なるほど、そんな感じですね。ピートの感じはあの海のピートじゃなくて、やっぱ乾いたピートを感じます。はい、ほんのりですけどね。で、まあ何しろこれはちょっともう飲み応えとボディ感がすごいです。美味しい。ちょっと加水しておいた分ですね。どうでしょうかこれ、この色合い。いい感じのフルーティー感。あのすごい濃厚なフルーツ感の香りって、あのさっき飲んだ時言いましたけど、こうやって加水してね、溜まってた香りとかはちょっとね、あの柑橘系な、柑橘でもレモンほどきつくない、オレンジ系統みたいな感じですかね。あ、オレンジか、オレンジ、あ、オレンジですね、そんな感じです。はい、いただきます。味わいも完熟フルーティーから、少し爽やかなオレンジ系に少し変化した感じがします。もうちょっと水をね、カスクストレングスなんで、やっぱりこうやって水を、常温の水足しながら飲むっていうのは楽しいですね。
ほー、香りはちょっと屋台のあの焼きリンゴみたいになってきました。焼きリンゴとかのリンゴ飴ですよ。加水していくと顔がちょっとずつ変わってくるから面白いですね。美味しい。こうやって加水で楽しむのにいいウイスキーかなと思いますね。58度あるからですね。もちろんストレートで、多分こうやってね、2、30分見ておくとまたこう味がね、変化してはくるんでしょうけど、まあ、そういう楽しみ方もあり、こういう、常温の加水で、アルコール度数を少しずつね、弱めていって、まあ、お好みでしたら、トワイスアップね。トワイスアップっていうのは、ウイスキー対水1っていう、1対1の、常温の水割り。まあ、その状態まで持っていってもいいのかなと思いますね。これはやっぱり美味しいです。かなり美味しいです。ピートがダメな方でも全然いけますね。かなりライトリーなんで。やっぱりこう僕は、オレンジ感じますね、飲んだ感じも。そしてやっぱ余韻は割と長いです。美味しいです。はい、ではオンザロックで飲んでみたいと思います。はい、ベン・ロマックの2010年のヴィンテージカスクストレングスですね。オンザロックでいただきます。香りはさすがに閉じるんですけど、しますね。やっぱ閉じてもだいぶ濃厚な香りだったですからね。少々冷えても、濃厚フルーツな感じがします。いただきます。ちょっとやっぱしっかりシェリー感があるんで、冷やすのには意外と向いてないかもしれないかなと今ちょっと思いました。ちょっとね、苦味とあのシェリー感のネガティブ面が少し顔を出してるかなと思いますけど、まあロックで、なんかロックが好きな方にはそんなに気にならない程度かもしれないですね。少し水が溶けたら、だいぶ氷がね、少し溶けたら、そんな感じがほぼ薄まりまして、どっちかといえばこれボディがね、がっしりしてるんで、まあ、少々水が溶けても、まあ、この一本が持つこのフルーティーな感じっていうのが、しっかり味わえる。で、後味でほんのりビターがついてくる感じですね。これちょっとロックになってくるとまたね、顔が少しね、ロックで氷が少し溶けてきた頃に後味で今すごいね、ビターチョコ、ビターだけど甘いっていう、甘さがフルーティーの方じゃなくて、そういうなんかチョコレート的なお菓子的な甘みっていうのが感じます。やっぱりいいウイスキー、やっぱ顔が変わりますよね、飲み方で。これはかなりうまいです。ではハイボールまでやってみたいと思います。はい、ということでベン・ロマック2010年のヴィンテージですね。カスクストレングス版です。ハイボールしてみました。
あります。うわ美味しい。ちょっと先ほどロック飲んだ時の一口目のアタックで、あちょっとあれかなと思ったんですけど、シェリー感のネガティブフィングだと思ったんですけど、ハイボールになってみると意外と出ないですね。逆にこの飲み応えがある結構なフルーティーハイボールだなと思いました。わこれ美味しいな。ただこれね度数かなり強いですよ。なんかもう僕酔ってますよまずいですね。ちょっとこれスイスイいっちゃいそう。もう香りも味も美味しいフルーツ感。で僕はねピートがやっぱり好きなんで、でやっぱり結構ヘビーピート普段から飲むんであんまり感じないんですけど、でもこれしっかりね多分ベースにピート感が流れてるんですよ。ちょっと酔ってるんでもうハイボールになると分かんなくなってきましたけど、ストレートの時やっぱ余韻でねほんのり感じたんで、そこがやっぱりいいアクセントになってるんでしょうね。でこうまあ、そういうのが、結構こう炭酸加えると後味でこう上がってきたりするんで、余韻がねしっかり長いのと、でボディがあって、で後味でそういうピリとかもほんのり感じながら、こうちょっとそれに伴ってこうスパイス感もあるのかなっていうような、まあ、僕の任せたいって言ってるんで何とも言えませんけど、飲んだ感じでそんな感じですごく美味しい。もう一つ言えるのは美味しいですこれ。ベンロマックはね10年はね先日もだいぶ前からやりましたね。10年はねハイボール最高なんですよ。まあやっぱ定番はね15年21年、もう値段がちょっとすごいんで買えないですけど、15年あたりまではちょっと、まあ15年今持ってないんでね、まあボトルではまだ買ったことないかな。まあチャンスがあればね15年も飲みたいなと思うんです。ベンロマックは意外と僕は好きですね。スペイサイドで何が好きかって言われたら結構5本の指には入りそうな、うちの蒸留所の一つです。なのでまあ今後もねいろいろ追いかけてみたいなと思うんですけど、個人的にはピートスモーク、ベンロマックのピートスモークっていう銘柄があるんですよ。最高です。特に9を取るのが美味しいです。もうなかなか手に入らないですけど、ということで、まあ、ベンロマック皆さんもねバーで見かけたらぜひ一杯、どんな飲み方でもいけると思います。10年はねハイボール僕大好きでおすすめです。でこの辺でやっぱりちょっとねハイプルーフものとかはもう好きな飲み方で試されてみてください。ということで宅の岩畑をウイスキーがメイン蒸留酒チャンネルプラスビール飲んで酔っ払って喋ってるチャンネルです。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日の宅の岩はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。